ミワチャンネル突撃永田町ありがとうございます。はい、今日は越智隆雄代議士からのご紹介で石原宏隆代議士の部屋に来ています。電話が鳴りました。今出ているのが井出さんです秘書の穂田さんです。よろしくお願いします。代議士はどんな方でしょうか。見たまんまです。見たまんまです。オーラがですか。そうですね、優しいですね。怒ったりします。怒ったりもしますね。それでは突撃したいと思います。はじめまして。よろしくお願いいたします。笑顔が知事にそっくりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やはり笑うとお父様に似てますね。笑顔の感じが、そうですか、ね、こういう感じがそっくりですね。あれですか、やはり日本のケネディ一家と言われてますもんね。いや、そんなのないですよ。ロバート・ケネディですよ、ね、タイプ的に言うとね。知事が言うんだけどね、そんなね、ケネディ家ほどね、金がないって言ってます、あ、そうですか、はい、そんな暗黒街とか設置してないんですか。いや、設置してない。ほら、ケネディとね、お父さんっていうのは、はい、外務大臣とかになったけど、そのマフィアとか考えて、はい、禁酒法だっけ、非常に、すごいお金持ちになって、はい、そうです、ね、闇で、お酒売って稼いだんですけど、そういうことは、そういうことなんですね。でも昔はあれですよね、俳優を目指されたというふうに聞いてるんですが、本当ですか。そう、本当はね、中学生時代とかはね、あれだったんですよ、可愛らしい少年だったんですよ。そうだったんですか。今たちも太っちゃったんですよ。まあ、結構ね、でも今もロバート・ケネディ大丈夫ですよ。ですよ。で、俳優になりたかったんですけど、はい、先を次男に越されたもんですから、ね、ああ、やっぱちょっとねえ、次男さんはね、スタートで負けましたね。濃いですからね、顔ね。濃いですよ。目力で負けちゃうかもしれないですよね。ちょっとね、はい、この番組はバトンリレー方式で、はい、今まで出た方がじゃーんって、はい、この方な、はいはい、どうですか。8段階の、分かんない、どうでもいいですね。ケネディ家、庶民どうでもいいですね。はい、この番組は誕生花を渡すことになっておりまして、はい、代議士は6月19日生まれということで、はい、バラ、はい、あ、そうなんですか。ぜひご覧ください。はい、ありがとうございます。やっぱ女性からバラとかもらうんですか。女性からもらえないでしょ。もらわないですか。あげることはあげることあるんですか、かっこいいですね、今はないですよ、昔ね。あ、昔ですか、ね、だって、でも学生時代、でもなんか初恋から奥さんじゃないですか。話が合わないじゃないですか。いろいろ色々曲折、もう3回ぐらいに分かれてるんですよね。そうはい、あ、そうですか、それは。あ、花言葉なんだっけ。満足です。満足してますか、今の人生に。いや、それはね、常に満足するために全力を尽くすってことですか、やっぱケネディ家でもそうなんですね、そうなんですか。はい、この番組はですね、先月はおよそ42、3万件のアクセスがありまして、はい、大体見てる方というのが20代、30代の比較的若年層なんですね、はいはいはい、ですので、まあ、そういう方が若いような感じでお話しいただければ幸いだと思います、はい、そして昨日の晩ご飯は何を召し上がりましたでしょうか。昨日の晩ご飯はですね、はい、地元 の、法人会ってのがあるんですよ。企業の方々が結構そういうの入ってらっしゃいますね、意外と。そうですよ、皆さん喜びますよね。喜ぶっていうか、まあ、いろんなね、いろんな示唆をね、受けることができるんで、あ、うん、その、なんていうんですか、青年部と婦人部 の集まりで法人会だったんですよ。そうなんですか、ご地元。そう、はい、地元で、はい、あ、そうですか、でもどこ行っても人気でしょう。そんなもんないですよ。ねえ、しっかりしろって言われてますよ。そうですか。いや、この番組内で何とお呼びしたらよろしいでしょうか。何と呼んだらいいですか。はい、何だろうな、石原さんぐらいですか。ロバートはやめてくださいよ。石原さんでいいですか。石原さんだとやっぱ皆さん石原さんですから。あ、そうですか。なんかないですね。そうなんですかね、ダメですね、なんかないですかね、いや、難しいな。ヒロさんとか呼ばれてます。はい、ヒロさんとか呼ばれてます。あんまり呼ばれてないですね。じゃあなんて区別されてるんですか。でも海外なんかに行くと、ミスター石原っていうとあれだから、だいたいファーストネームで、ヒロタカも行くに行くからヒロとかやりましたよね。じゃあヒロさんで。はい、はい、申し訳ないです、はい、すいません、それではヒロさん、はい、ヒロさんのお名前を書いていただければと思います、はい、ここに。
氏名だけ、あ、氏名というか、ヒロの、ヒロさんの、ヒロのって、ヒロさん、ヒロさんの、ヒロさんの幸せ度数年表でーす。さあ、テレレイクはどうでしょうか。すごいですね。やっぱ幸せすぎ？いや当然ですよ。だから当然ですよ、ね、これちょっとここら辺役とか書いておけば、ね、幸せじゃないなんて言うと、これ役とか書いておけばね、うん、もっと上ですよね、きっとね。このくぼみは何でしょうか、まず。これはね、高校から大学に行くときですね、最初の失恋をするのと同時に、失恋すみません、奥さんじゃないんですか、いや、それは違う人なんですけど、また、うん、まあ、それは大きな失恋で、さらにちょっとこう進路で迷うんですよ。それで1年間アメリカに行くんですけど、はい、失恋していくって辛いですね、結構ね、逆に。そうですね。あとやっぱりその大学で何をすべきかみたいなところが非常に悩んでたんで、大体ね、私の、ね、当時はね、一貫校なんですよ、慶応の、ずっと下から、はい、でね、大学に行くのは大体その下から来たやつはみんな体育会ってスポーツのねクラブに入ってたんですよ、はい、だけど、まあ、ちょっとそのレギュラーになれるような感じでもないし、4年間結構拘束されるんですよ、ね、で、そうですね、本当にそれがいいのかどうかとかね、すごく悩んで、でさっきのあれですけど、その、兄貴が俳優になって、その中学時代とか俳優になりたかったと思ったんで、大学1年の時はね、劇団に入ってるんですよ、大学 の劇研っていうですね、本当ですか、でそういうので、まあ、何本か芝居も出たんですけど、おじさまも喜んでたんじゃないですか。いや、その頃はどうだったかな、お前が中役だったじゃないですか。すいません。いや、でもその時はもうね、大動脈瘤がやった後だったからね、あんまり体調も良くなかったから、そうですよね、やっぱね、裕次郎さん死んだ時っていまだに昨日のことのように覚えてますもんね、私なんか。ショックでした。そうですね、もう20年前ですよ、やっぱショックでしたね。あ、そうですか、はい、年は分かりますよ、20歳ぐらいそんな年なんですか。いや、多分2つぐらいしたんですか、はい、そうですか、もっと大学に見えたら、すごいショックでした、ショックでした。どっちがショックなんですか。寝込みそうになりましたよ、私、不安だったんで、はい、本当に、すいません、変な作りですね。そしてこれ盛り上がってまた下がりましたね。これはね、社会人になって、はい、結構やっぱりその上司とこうまくいかなかったんですよ。いかなかったところがあったんですよ。そんなケネで一家をね、無限に扱う上司なんて許せないですね、今。で、左遷されてますね。そうなんですよ。それ銀行ですか。銀行で。その時は銀行何でしたっけ、お名前は。その時はね、今みずほコーポレート銀行ってなっちゃうんですけど、はい、日本工業銀行っていう、工銀だったんですか、はい、工銀だったんですよ。へえ、外国為替部で事務セクションだったんですけど、はい、で海外送金で、はい、まあ、システムができてなくて、全部ねこう紙で指示書を書くんですけど、夜中のね12時ぐらいまでかかるんですよ。でも何年いらっしゃったんですか、結局銀行は。いや、長かったんですよ、僕ね15年入ったんですよ。そうですか、でもいい経験しましたけどね。よくいらっしゃいましたね、長くね。でもね、やっぱりね、10年ぐらいはね、政治家になるのもね、社会経験した方がいいと思いますよ。急になっちゃうと、やはり、急になっちゃうとね、やっぱりそういうね、やっぱり世の中の常識っていうか感覚がないから。そうですね、そう思います、私も。僕だとラッキーだったのは投資銀行部門で、はい、行かせてもらって、やっぱりそのアメリカでレバレッジドリースとかやったわけですよ、はい、英語の契約書で、はい、だからそのビジネスの世界が法務と税務と会計っていうね、法務と税務と会計ですね、法務と税務会計、はい、これで成り立ってるっていうことが、その原則なんかもしっかり身につけたし、その今契約書なんか、昔は日本は提携契約書だったけど、はい、だんだん全てのことが全部一個一個の契約書になってきてるじゃないですか、はい、日本もだんだん契約社会になってきてるわけですよ、やっと、まあ、そのアメリカの先駆けで、その契約書とかね、はい、だから、例えばね、感覚的に去年の、はい、教育基本法、はい、で民主党が教育基本法を出してきて、その国を愛する気持ちみたいなね、愛国心みたいなやつね、最初のね、 ありましたね、あったでしょ、文言ね、そうそう、文言で問題になりましたよね。そうそれで田中さんっていう同期の、はい、法律 の、 専門家、弁護士の、はい、先生、女性の方、はい、要するに最初の説明文は法的拘束力がないんだって言うわけですよ、最初の一文はね、最初のフレーズっていうのは、はい、これは法的拘束力がないんだって、ところが僕も要するにビジネスの中でそういう経験してますから、最初のこう契約書ってわわわわって、この契約はこう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 ですよって概要を説明してるんだけど、実はそこには法的拘束力がないんですよ、
じゃあ法的拘束力はその後からなんです。あ、そうなんですか。要するに、大体契約書って最初はこの契約書はこうですよっていう全体像を書くんだけど、それには法的拘束力はないんです。だからそういうことがね、稲田さんが言うことも分かるし、こだわってましたよね、あの時ね。こだわったでしょ、ね、いやでもそういうもんなんですよ、法律って。そしてまたここにさらに2つの沈みがありますが、これは何でしょうか。はい、これはですね、はい、結婚をしてからね、単身で、その今ニューヨークとか行って、はい、単身でですね、ずっと海外にいたんですよ。ちょっとそれ寂しかったかな。寂しかった。結婚の決め手って何ですか。ちょっと結婚の決め手って何ですか。今悩んでるんですよ、結婚について。結婚について、はい、ちょっと教えてください。男性の立場からどうやったら結婚してくれるんですか。女性からそうなんですか。ダメですか。相手言ってくれないから。あ、それはね、やっぱり相手に言わせるようにこう引き出していくしかないじゃん。難しい。そうですか、はい。そしてここの、あ、これはもうね、もちろん、はい、落選ですね。落選ですよね。そんなロバート・ケネディに大統領です毎日やらすなんて許せないところもありました、私は。本当に。そして、まあ、どうですか、ね、当選ということでね。でも結局8、3回で当選しましたけど、ここら辺で当選してね、ブイブイ言わしたかったですね、今ね。83人を、まあね、でもね、あれですよ、今83回で82人いるんだけど、はい、小選挙区で勝ってる人は34人だけだからね。あ、そんなもんなんですか。あと50人は単独比例と復活だから。あ、そんなもんですか。そうですよ。次も大丈夫ですね。いや、そんなもんないね。選挙は甘くないよ。そうですか、うん、2回目が一番大変なんですよ。あ、2回目が、2回目がこれがポイントなんですね。ポイントですね。ロバートが言うのが間違いないです、頑張ります。はい、ということで、ヒロさんの幸せ度数年表を終わらせていただきます。ありがとうございます。教えてヒロさん、どうもよろしくお願いします。このコーナーでは僕から1問だけ質問させていただきたいと思うんですが、はい、1問では今日ちょっと2問まとめて質問します、はい、まず1個目が、石原一族の中では誰が一番権力が強いんでしょうか。権力が強い。そして、はい、2問目が、石原一族の中で政治のお話、はい、プライベートでもされるんですか。この2問お願いします、はいはい、お願いします。まあ、一番権力が強いのはね、はい、権力者の知事だと思いますけど、あ、まあ、一番うるさいのは、はい、やっぱり芸能人の吉田ですね。あの番組でもやたら喋ってますよね。やたら喋ってますからね。あのカメラ回ってない時も喋ってましたね。喋ってますよね。お兄さんは喋ってないです、カメラ回ってない時は。全てにおいて細かそうですよね。そんなことか細かいね。味噌汁の具は豆腐じゃなきゃダメなんだ。そうそうそう、細かい。誰がターゲット。だってラーメンにはナルトなんで誰も言わないよね。ナルトなんか知らないですよ、今若い人は。言うんですか、ナルトって。ナルト大使にもなっててね。そうなんですか、知らない。細かい。そうなんです。政治の話はね、あんまりしないですね。あ、そうですか。ね、しないというかね、はい、みんなこう、さっき見たように年に1回しか集まんないんですよ、はい、家族全員、はいはい、親父の誕生日に、はい、みんなね、勝手に話してるんで。あー、立ち上がり。そうそうそう。あ、そうなんですか。そうなんですよ。じゃあもう皆さん独学というか、政治はもう自分の思ったことをやるって感じですか。相談もされないんですか。いや、まあ、僕はね、兄貴はほら、自民党の先輩だし、はい、そうです、ね、いろいろと、はい、相談をしてますよ。なんかもう政治家一家っていうのがイメージ強すぎて、もう家の中でも政治ばっかなのかなと思ってたんですけど、意外に失礼じゃなくて普通なんですね。そうですね、あんまりその政治の話はしないですね。ありがとうございました、はい、以上、今井がお伝えいたしました。サイコロコーナー、サイコロコーナー、イエイ。大丈夫です、お願いします。はい、6番。奇跡の話です。何かありますか。奇跡の話ですか。奇跡の話、奇跡というのが分かんないんですけど、大学1年生の時にね、はい、アメリカのボストンにいたんですよ。ボストンに行かれたんですか、うん、それ後にフィリピンの大統領になられるアキノさんの尊敬する政治家、はい、アキノさんのとこにいたんですけども、アキノさんはその8月 の, 23日にそのフィリピンのマニラの今ピニューのアキノ空港でそこで暗殺されるんだけども、はい、終わった後に暗殺された後にそのアキノさんが、はい、台湾からね、行くんだけど、その台北に最後に撮った写真のね、アキノさんの夜の写真の、アキノさんの後ろにね、こう十字架になってるんですよ。
何ですか、心霊写真ですか、まあ、心霊写真なのかもしれない、でも、幽霊じゃなくて、それで何枚もね、だからそれはそのカメラのなんか故障なのかもしれないんだけど、光の具合とかね、光の具合で、うん、でも十字架になってた。で、愛子さんはそもそもね、あの帰国したら暗殺の計画があるってことは知ってたんですよ。で、あの知事も台北にいる時に、はい、何度も国際電話をして、帰ったら殺されるから帰るなというふうに言ったんですよね。だけど秋野さんはその知事の説得を、まあ、退けて、要するに多くの国民がその自分のことを待ってると、その圧政を引いてるマルコスを、はい、選挙で破ってくれと言って、多くの国民が待ってるんだと、だから俺は要するに政治家として今帰らなきゃいけないって言われて暗殺されるんですけど、はい、その暗殺される前のね、台北のその写真がこう十字架になってるっていうのはなんか、まあ、奇跡じゃないけどちょっと思うところありますね。すごい話でした。はい、それでは次の議員さんをぜひご紹介ください。はい、次の議員さんは、はい、丸川珠代参議院です。やったー、まだ2回だ俺より。いや、もう丸川さんでも嬉しいし、女性だっていうのもすごい嬉しい。あ、そうですか。そうですね、いや、もう表彰の時もみんな大喜びでしたよ。いや、もうそんな庶民に私たち口聞いてくれないとかね、はい、来たんですかね。ぜひあのお電話していただけます。わかりました、お願いします。今、あ、今すんの？あれ今そうなの？はい、すみません、丸川珠代事務所さんでしょうか。あ、すみません、あの石原宏隆でございます、衆議院議員の。どうも、あのちょっとお願いをしております、あのロックステレビさんなんですが、あの突撃永田町美和チャンネル、あの出演をしていただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました、失礼いたします。はい、それではバトンにサインをお願いします。はい、わかりました。はい、出しておきます。やっぱサインとか持ってらっしゃるんですか、自分の。いや、持ってないんですよ。裕次郎さんばりの持ってないんですけどね。まあね、秋田にね、はい、あの、政調会長兄貴の代わりにね、公園に行ったんですよ。はい、で兄貴はパーティーから来て、で帰り際に、その呼んでくれた人がね、はい、2枚色紙を渡したんですよ。2枚うちの兄貴、はい、で僕が並んでて2枚渡したから多分1枚はね俺が書くんだろうなと思ってたら2枚ね兄貴ベベ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 ベって書いてて、はいはいはいって渡してて、ちょっと違うんじゃないかなと思ったことありましたね。まだしっかりしたサインないです。やっぱりあれですね、大人になってもそういう兄弟の男同士の争いっていうのあるんですね。いやだけど2枚渡したらね、俺がいるのにさ、一応ね受かってさ来日したのに、2枚来たら1枚は俺じゃないかと思うでしょう、ね、いやもう切磋琢磨というのか、ね、足の引っ張り合いがわからないんですけど、はい、石原家も目を離せないと思います、はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。さあ行ってまいりました。はい、行ってね。行ってきました。今日は石原宏隆先生。はい、なんかビッグネームだったけども、うん、どうでした？すごい気さく、大好きになっちゃいましたね。大ファンでしょう。ねえ、もうテンションずっと上げ上げだったじゃないですか。ねえ、あの方はきっと将来ビッグになりますよ。やっぱ今男が好きなんだ。はい、で次回は丸川珠代さんのところに行っちゃうんですよ。嬉しいね。なんと初の参議院。ああ、しかも女性。そう、しかもビッグネームパート2。いやー嬉しいです。ありがとうございます。次回もノリノリで、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。以上、今井がお伝えいたしました。